今のこの現状のままだと試合できないよ。プロレスの、ね、神様が本当に最後の最後、俺に試練を与えたなっていう感じで、今の一番の敵は俺自身なんだよ、最高の試合、最高のアートを作りたい、レスラーである以上、では引退試合の相手が、ついに、はい、正式決定したわけですけれども、今の心境いかがですか？今ね、非常にピンチなんで、あのね、この間のね、あのグレートムタのファイナルの試合で、はい、ね、両足痛めちまってね、ハムストリングが、肉離れを起こしちゃってて、両足、今痛くてしょうがないんで、でもうあれからね、1週間以上経ってる中で、なんかちょっと回復が遅いというか、もうあと3週間しかないからね、今のこの現状のままだと試合できないよ、歩くのもままならないというか、こういうインタビューする間が悪いよ、タイミング悪いよ、そうですね、プロレスの、ね、神様が本当に最後の最後、俺に試練を与えたなっていう感じで、2個だって時間かかりますもんね、やっぱり。そうなの、そうだよね、膝とかね、悪かったじゃん、はい、ああいうのは変な話、慢性的な、あの怪我でさ、あのじわじわという痛みじゃん、どちらかっていうと、この筋肉の痛みってのは、ね、もう激痛だからさ、歩けない、歩けなくなっちゃうんだよ、だから今本当困ってるよ、焦ってますよ、変な話、もう内藤には決まったんだけど、内藤素晴らしい選手で、内藤だったらね、グレートムタバーサス新助戦を超える相手じゃないかというふうな、ね、ことを思って内藤を指名させてもらったんだけど、今はもう一番の敵は俺自身だから、本当にね、今戦ってますよ。なるほど、内藤選手に、決めたというのはやっぱり武田信介戦を超えたいっていうのがまず第一にあったんですか？まあ、それもありましたけど、もともと彼からこの、武藤敬司に対する愛情っていうかさ、そういうものをすごい感じてたし、あとはこうやって大体じゃあ誰がいいかっていう中で、岡田なのか棚橋なのか内藤なのか、はたまたノアの誰かなのかとかね、ガイタレとかいろいろね、ぶっちゃけロックとかそういうのもね、まあファンの中ではさ、こうやって盛り上がってんだけど、まあ一応聞いてみたらしいよ、会社でロックって、まあ莫大な金で本当に追いつかないよ、数十億だよ。武藤敬司引退試合にふさわしいような規模ではありますけどね、いや数十億がちょっと規模地球レベルでの中で、岡田とかはね、やっぱり天竜さんのイメージもあるし、ね、棚橋に限ってはさ、もう引退発表してから、スードともう絡んでるからさ、内藤だったら、俺のね、直弟子でもないし、ね、かといってね、ムトラブも感じる中で、すごいいい距離感でいい試合ができるんじゃないかっていうことを思って、名前挙げさせてもらいました。なるほど、11年前、はい、彼と東京ドームでね、戦ったことあるんだけど、あの時のね、ちょっと俺をオマージュしたような時の内藤ってなんか人気なかったみたいで、それは俺のオマージュ外してから人気が出てきたって言ってその辺がちょっと気分悪いなと思ったりもするんだけど、ただね、この前横浜アリーナで、ちょっと試合見たり、ね、リングサイドでこう見て、なんとなく緩急のつけ方とか、やっぱりちょっと俺に似たようなところもあったりするね、喋りなんかめちゃくちゃうまかったし、多分彼らはきっと24時間本当にプロレスのこと考えてるんじゃねえかなと思わせますよ。なるほど、なるほど。全体的にマッチメイクとか発表したら、東京ドーム、ね、なんか意外と皆さん、高評価みたいな感じで、どん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 なんかチケットの方も売れ行きも伸びたりとかして、そうすればするほど今の俺のコンディション、今の俺の立ち方、本当プレッシャーがすごくてで、どうなっちゃうんだろうかなって思って。
血漁師。いやいやダメです。武藤敬司引退後試合っていうのがそうだろ出てますから。そうだろ。はい、多分これ張ってでも行かなきゃならないんだろ。だ今悩んでますよ、うん、豪華カードは並んでますけれども、まあ、1枚看板でっていうのはなかなかないですからね、プロレスから。いや、そんなことはないよ、そんな、だって今、清宮対、ね、はい、岡田も話題になってるし、はいはい、あの俺の関わった、ね、弟子たちもいっぱい、ね、多くのレスラー参加してくれるみたいで、はい、レスラー冥利につきますね。はい、うん、おっしゃられた、清宮選手と岡田選手の試合っていうのが、はい、まあ、あの横浜アリーナでの乱闘なんかもあり、はい、今や、まあ、武藤さんの引退試合と並ぶぐらいの、話題にファンの間にはなってますけど、ね、いいじゃない、うんうん、そうやってまたね、あの清宮自身がね、一つね階段上がっていくわけであって、うん、ね、うん、いいことですよ、うん、ライバル視とかしないですか。だからライバルっていうのは、今はもうね、うん、変な話、岡田でもなければね、うん、内藤でもないんだよ、うん、今の一番の敵は俺自身なんだよ、うんうん、今自分が負けそうだもん、自分に、うんうん、この今のこの時点はな、はい、あと3週間あるんだよ、うん、3週間で、1週間経ってもなんか回復しねえんだよ、足の痛み、うんうん、そこがもうストレス溜まってしょうがないよ、うん、まあありのままを見せるしかないからな、うん、たださドームってね、あと通路投げんだよ、うん、張ってくにしたってあそこ張ってたら肘すりむけちまうよ、あの長さ。冒頭で言ってた質問の中でやっぱり一つのあのねマッチメイクの中でやっぱり昔の思い出とか、はい、高田さん、はい、高田信彦戦とかのもう一回とかさ、はい、ね、昔のその覚えているそういうのをやったらどうだっていう意見もすごいあったんだけど、はい、今を生きたいんだよ、うん、現役である以上、なるほど、うんうん、よく言ったら最高の試合、うんうん、最高のアートを作りたい、うんうん、レスラーである以上、うんうん、とは思ってるんだよ な、今でも、うん、東京ドーム史上最大のマスターズにはしたくなかったという、そう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 、うんうん、やっぱり今を生きたい、うん、でやっぱり最後の最後やっぱりこれぞベストバウトだって言われるような試合は本当はね、うん、したいよ、うんうん、できるかどうか分かんないけど、まあ、それに向かって、ね、突き進むのが現役じゃない、ね、内藤選手もだいぶプレッシャーに感じてるでしょうね、うん、そういうコンディションの武藤さんとやっぱり内藤選手自身も新助中村を超えたいっていう思いは絶対あるでしょうからね、うんうん、プレッシャー感じてほしいよ正直内藤のその期待に応えれるかどうかっていう部分も 今は俺は今本当に弱気なコメントしかできない今、うんうん、悔しいよ、うん、それだからこそもう今できる全てをみたいな思いはあるんじゃないですか。そうだよ、最終的にはもう飾ることもなく、うん、地でしか勝負できないんだから、うんうんうん、さっき言ったけどやっぱり張ってでもやらなきゃいけねえんだろうな、うん、けど、うんね、うん、ありのままを見せるしかない、うんうんうん、所詮は散ってくんだからよ、うんうん、まあ、自身の引退を盛大にというだけではなく、うん、何かプロレス界に残したいっていう思いもやっぱり大きいですか。あのね、内藤って、1995年のあの武藤 VS、はい、あの高田信彦戦を見て、うん、プロレスラーになろうって決めたんだって、うん、でプロレスラーになって今の地位まで這い上がってきたんだって、はい、うん、やっぱり今度は内藤、ね、対武藤を見て、ね、内藤を見て今の、ね、ちびっ子なのか若者がまた内藤みたいになりたいっていうふうに、ね、思ってくれたら、まあ、それでいいんじゃないかなと思ったり、うんうん、あと今回は、うん、大々的にペーパービューを以前から望んでいたものを、正式に決まりましたけれども、うん、はい、今まではさ、はい、力道山の時代、馬場さん、猪木さんの時代、はい、で俺だって、ね、武藤全日本なんつって、はい、ね、俺の全日本の社長やったりとかして、
猪木商店であったり馬場商店であったり、ね、武藤商店で、ね、昔はやってたけど、はい、今のノアってそういうなんで、そういうこの商店じゃないじゃん、仕組みがもう、はい、もうめちゃくちゃこの大手というかさ、はい、もうすでになんかそういうペーパービューにでできる機能を持ってたりとか、はい、こういうアベマとかこういうね、はい、その道のこういう映像と撮る人だってその道のプロがやったりとかして、ね、今はそのプロレス界いいですよこれ、でノアもノアこれが揃ってるから、うん、俺だからノアで引退試合しようと思ったんだから、うんうんね、その道のプロがみんな集まって、ね、総合で、ね、戦おうとする、うん、プラスそれでもう世界に打って出ようという、気持ちもありそうじゃない、ねうん、今ぐらいに俺プロレスラーとして生まれたかったよ、うん、ちょっと40年早かったよ、うん、世界に配信される時代にそうそうそう、今俺新弟子で入ってきたかったよ、でも業界が発展してほしい、もっとレスラーが稼げるようになってほしいという思いはあるじゃないですか、そうですね、まあまあそのチャンスもあるしきっとね、それはそうだ、パイが大きくなればね、それだけね、報酬も多分大きくなるだろうし、きっと。だけど今度は世界レベルの戦国時代だからね、はいうん、いいね、本当に俺そこで戦いたかったなもし生まれ変わったら、そうなったら小学校、中学校でも他の、あの科目は落としても英語だけはしっかりね勉強したりとかしてね大事ですね、そう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 、今回はね、東京ドーム、うん、昔の俺のファンみたいな人も、はいね、俺のジェネレーションのファンの人も久しぶりに行くかとかさ、はい、そういう人も多分多いと思うんですよ、はい、そういう人たちのをリピーターにさせるのは、うん、今頑張ってる選手だからね、うん、その人たち選手の器量だよね、うんうん、だから頑張ってほしいですよね、俺はもうそんな必要はないし、うん、俺はしょっぱいことやったって、ああしょっぱかったなで終わるわけであってさ次はねえからさ、挽回する手立てがねえんだもん、俺は挽回、もう挽回できないっていうのはプレッシャーですね、うん、それそうそうそう、挽回できないんだから、もう一回やらせて、泣きの一回とか泣きの一回やっていい？いや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 、東京ドームでこうやってね、みんなに盛大に見送ってくれるっていうのは本当に嬉しいことで、やっぱりレスラー冥利に尽きることだけど、うん、今はその期待に何応えられない、うん、今自分がいそうな感じがして、うん、今不安で怖いよ、うん、本当にそっちの期待が大きければ大きいほど今全部が俺にプレッシャーに押しかかってくるわけであって、今あんまり強気なこと言えねえよ、うん、これをこなさなきゃ卒業できねえんだから、なるほど、ものすごい卒業試験ですね、そう、そう、ただまだあと3週間あるからね、はいうん、そこをどう、ね、もがくか、もがいて苦しむかで、かといってあんまりもがいて苦しんでるところもっと悪化させる可能性もあるし、大変なんだこれ、そんな気持ちでやる試合っていうのは最初で最後ですかね、そうだね、3週間後にまたこうインタビューしたら、はい、余裕だよって言ってる可能性もあるわけだからそうなってることね、うん、じゃあ直前記者会見とかで強気な武藤刑事がいたら、いやもういいよこのまんまあとはもう、開けてびっくり、なるほど、そうですね、ありのままの武藤刑事だよ、刑事武藤グランドファイナルプロレスラストラブホールドアウト、プロレスラー武藤刑事、すべてを出し尽くして最後白く灰になりたいと思っております。ファイナルカウントダウンシリーズを歩んできた天才武藤刑事、その歴史に幕が降りる。2月21日東京ドーム、全対戦カード発表、午後4時よりスターティングバトル開始。スターティングラブ、矢野泰隆、稲村芳樹 VS 稲葉大輝、マサ北宮。東京女子プロレス提供試合、 TJPW スターク、新井由紀、渡辺美優、伊藤真希、
水木 VS 辰巳梨花、中島翔子、山下美夢、坂崎由香、ワールドウォリアーバトル、アンソニー・グリーン、ジャック・モリス、ジェイク・リー VS ティモシー・サッチャー、小島さとし、杉浦隆史。午後5時よりオープニングマッチ開始。ニューエクスプロージョン、宮脇純太、アレハンドロ、吉岡誠輝、陽平、小峠敦 VS ザガ、クリス・リッチウェイ、早田、エイタ、小川義成。 DDT 提供試合、ドラマティックドリームフューチャー、正田武史、高禄優也、岡谷秀樹、遠藤哲也 VS 小島遠い、上野勇気、勝俣俊馬、魔王。ドラゴンゲート VS ノア、忍者マック、リホデドクトルワグナージュニア、丸藤直道 VS ディアマンテ、キャイ、シュン・スカイウォーカー。全日本プロレス VS ノア、曽谷学、中島克彦、剣王 VS 青柳優馬、諏訪間、宮原健人。野沢論外引退試合、フィナールデルーチャー、マサダ、野沢論外 VS 石森泰治、ゲド。新日本プロレス VS ノア、東京トルネード、天草 VS 高橋ひろむ。新日本プロレス VS ノア、シャイニングスルー、清宮海斗 VS 岡田和久。海斗、俺の引退試合の相手、来月東京ドーム、お前に決めた。嘘。武藤圭司引退試合、プロレスラストラブ、内藤哲也 VS 武藤圭司。2月21日東京ドーム、日本プロレス史上最大の夜。